あよわ。今日誰も知らない狩人、イカレタコスケです。鳥の驚きに咳も出ますわ。主ディアブロスにと、まさか強化ディアブロスならともかく、いや、これは主ディアブロスが2頭になってるんですよね。ちょっと前回からやけくそが起きてませんかね。恐ろしく強い主のリオレウス、リオレイヤも強化個体だったから、これ強化個体でしょ。本気で言ってるのか、弱いの声が通じない。頑張ってみます。そう、やってまいりました。ここが主ディアブロスが2頭いるという地獄の砂漠砂丘になっております。まず、よして、薬を使い間違えるところから始まります。そして怪力の種とうとう飲んでいきます。どうしようか、どうしよう。さあ来たぞ。人玉取りをちょっとずつ集めてごまかしながらな。まずは主、そもそも主ディアブロス1頭でも相当苦手なのに、ここに来て、よし、コカヤグレートを飲んでおこう。コカヤグレートに、そしてコンザリした魚を食って、そして競争薬も飲んで、完璧パーペキパース。とりあえず、いや、わからんから戦ってみたら、いや、こう強化個体そんなでもなかったっすねみたいな感じになるかもしれないから、いや、いけるだろう、いけるはずだ。さあ、これで主ディアブロスが来たら大体完璧だねみたいな、あの強化個体が来たらそれ出揃うねみたいな話をしていた矢先に先週、そしたらまさか強化個体2匹って、お前、そんな地獄があってたまるのかよ。ちくしょう、やっかいしょ、どっかだ、だっせだっせだっせ。落ち着け、ダメだぞ、やけくそ起こしてはいけない。確かにこいつの動きはとんでもねえ、でたらめ感がとんでもない。だがちゃんと見ていれば当たらぬ。ちくしょう、お前の攻撃なんか見切れるかよ。お前苦手すぎて弱点すら覚えてないもん。どこだ、頭か尻尾か。尻尾か、そうか。だがしかし、あかん、待って、危ない。こいつマスターランクになったらどうなるんだ。マスターランクになったらどうせだって、その直進ダッシュがさ、ちょっと曲がるようになるんだろう。さらによ、カーブを狙うようになるんだろう。この双剣でやってやったー。どうする、いやー待って、して普通に一匹目でこんな早く死ねない、助けて。待て、クロショック、今のうちに体勢を立て直せ。どっこいしょ。どうして、かきり虫復帰が自分の寿命を縮めていく。いや、死ぬえ。あ、そうだ、音爆弾持ってくれよかった。音爆弾こいつ効くんだっけ。音爆弾が効くかどうかもそんなにやってないからわからない。音爆こいつだってもう苦手すぎてね、そもそもね、主はあの装備とかないからさ、あの百竜武器の強化以外だとこいつに挑むことってないからね。大体武器の練習はせいぜい主リオレイヤか主リオレウス、そのあたりですから。このディアボロスくんね、あんまり戦いたくないんですよ。嫌なんですよ。モンスターとしては好きなんですけどね。いや、普通のディアブロスはまだいい。あいつはまだ可愛げがある。こいつは可愛げがないんだ。お前は本当に可愛げがない子なんだよ。なぜなら、ちょっと待って。おい、足をここで使うか。ランブを、お前攻撃がつながりすぎてわけわからん。ランブ届かぬ。高身長を自慢してくるのか。そうか、お前は 3K なんだ。おお、来た、助かりますよ。あなたが来てくれるとね、やっぱね、頼もしいっていうかね、やっぱね、うん、砂漠の王者が誰なのかっていうのをここで伝えておかないと、2匹出てきちゃうとね、やっぱハンターも困っちゃうし、モンスターたちもやっぱ困るから、そこはやっぱここはティガさんが一発言っといてあげてくださいよ。待って、2匹来てない、2匹まとめていけ。よーし、ダブルヒットだ、いいぞ。どっちがダメージを与えた、どっちにダメージを与えていたかちょっと分かんなくなってきたけど、大丈夫か。このままダブル滑り台だ。カオスです、カオスだ。
もともとのこいつの攻撃力が高すぎて、ちょっとお前じゃなくない？どう、双子、双子かな？おっと待て、ああ、あいつらザ・タッチみてえなディアブロスだぜ。さて、あ、改めて行くぞ、改めて行くぞ、ザ・ディッチ。おおおおおお、こんなところにいたのか。思わずミスター・サタンみたいになっちまった。いや、タカヨ、お前そろそろ、そろそろじゃないのか。さすがにそろそろですよね。だってサンブレイクだからね。大丈夫だ、大丈夫、今のところヌシ・ディオレイヤーよりはうまくやれている、やれている、大丈夫だ、落ち着け、大丈夫、相手が双子でも惑わされるのは。よし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 、若干胸が大きい方が確か妹、小さい方がお姉ちゃんだったはずだ。きっちりと、きっちりと、よし、フェイントはずる、よしよしよし、素晴らしい、よし、オッケー、オッケーだ、オッケーだぞ、多分そろそろだ、そろそろ片方攻略完了、伝説の木の下で、伝説の木の下で突撃を、突撃ダイブを胸に食らうはずだ。大丈夫、いける、やばい、やばい、抜いてます、すごいダメージです。やばい、待って、危ないよ、これ危ないやつだよ、これはマジの危ないやつだよ、危ない、危ない、手加減してくれた、やっぱり私に惚れちゃってますかね。これお姉ちゃんが、お姉ちゃんの方が私とフラグが立ってしまいましたかね。妹さんいいんですか、このままだとお姉ちゃんとベンドいっちゃいますよ。いいんですか、もうどっちがお姉ちゃんでどっちが妹か分かりませんけどね。妹の前でお姉ちゃんお姉ちゃん言ってる可能性もありますけども、これは大丈夫、大丈夫、上に上がってしまう、天に舞い上がってしまう、天軸に向かってしまう、うわ、ちょっと待て、よし、大丈夫、頑張れ、いける、お前ならダメダメだ今回ダメだと、いけると、あのヤバいしか言ってない、でもしょうがない、俺は主ディアブロスが苦手なんだ言ってしまった、やばいな、これ時間かかるな。逆によ、ちょっと聞きたいわ、一回落ち着いたところで尻尾も剥いでな、来週どうなんの。ここのところで超難しいクエストがバンバン来てて、要はイベクエストの難易度が極まってきたわけですよ。で、主ディアブロスが出ちゃうと、もうあとは主ナルハタタ姫ぐらいしかいないんでは。大体来たよね、あとバルファルクとかですか。やばいね、これだって途中でコラボイベントとかを挟むけど、コラボ大体月1だから、どうなんの難易度、3匹とかになるのかな、主ディアブロス3匹。やめて、よし、いて、よしじゃない、ディアブロス、主ディアブロス3匹ですかね。まあでもあれか、主3匹クエストがあるから、それが来る可能性はあるな。そうしないとクエスト数が割に合わんですよ。もしどっかで 4.0 みたいなものが来るとしても、毎週イベクエみたいなのが止まるか、もしくは主3匹クエストが来るか、超特殊サイズ違いのそういったクエストが来るか、あとは何、もうバージョン 4.0 とかでなんかちょっとストーリー進めて新モンスターを追加するぐらいしか。なくなかまた死んでしまった。ディアブロスさんを前に適当な話をして、まだ1匹目なんだよ。くそ、尻尾が切れている方がお姉ちゃん、そして尻尾が切れていない方が妹のはずだ。お姉ちゃんの尻尾を付け替えていなければな。どこ行った、どこへ行きました。地下が、迷子スキルがマックスの私にとってね、ここの地上と地下は最高に難易度が。おっ、おはようございます、お姉さんに朝のどからの妹だった、そういうオチを期待し、そういう展開に心躍らせが、しかしこれは、これはそろそろお姉ちゃんの方を落とさないと、卒業までに妹さんの方を落とせなくなってしまう。よし、おっと、モブがやっかみをしてきてますね。噂されちゃうと恥ずかしいしってか。だが残念、主ディアブロス、俺を殴ったのはモブ誰だ、今も俺を殴ったモブがいるな。ちょっと許されんよ、お前許されんよ、今誰だ、お前だ、
そこまでして。いや、できたっけ、そんな邪魔できたっけ、このライズというゲーム。そんなことあってはならんのでは。モンスターの剥ぎ取りを邪魔するとか許されませんよ。ストレスをかけてくるんじゃないよ。お前たちはね、あれですよ、あのバゼルギウスの高速周回の邪魔をしてればいいんですよ。ちょっと待って、もう一匹行くのか、きついな。これテント帰れなかったらマジであれだからね、あの回復薬なくなって終了コースだからね、私はね。テント万歳。さあ二人目だ、いけ、オータル爆弾、あ、オータル爆弾間違えた、なあ、間違えた、あ、敵はじ、あ、ちょっと久々にオータル爆弾投げようと思ったら間違えた。だが食らうがいいよ、お前は突進を仕掛けて逃がしませんよ。ちくしゃー、なんでオータル爆弾って回収できないんです、やっぱ途中で火薬とかを途中で詰めてるんですかね、詰めてるんですかね。どうして、妹ちゃんこんにちは。妹さん若干やはり身長が低い、そういった萌え袖的なものは、その萌え袖翼をやってくるわけですね。完璧な萌え袖翼ですね。これ飛竜であれば、ワイバーン種であれば、萌え袖はもう根本的にもうあれなんでね、間違いなく必要なんでね。あの擬人化を描くときはこの翼萌え袖忘れちゃいませんよ。それ忘れると飛竜系は一気にね、あの飛竜っぽさなくなっちゃう、コスプレ感出てきますから、そこはね萌え袖にしていただきたい。萌え袖ってもしかして伝わってる？萌え袖って伝わってる今？大丈夫？俺時をかけてない、時をかけるタコスケになってませんかね。ちゃんと伝わってますか妹さん？は？萌え袖って何？袖が燃えてんのみたいな、そういう状況になっているとおじさんはですね、非常に心が苦しくなりますからね。お願いしますよ。さあ、どっこいしょ、いざゴリ寄せ、ゴリ寄せ、見栄えなんていいんだ、ゴリ寄せ。くそ、お前モブキャラ、今回モブキャラお前許さんぞ、たださえギリギリなのに。よいしょ、危ない、どっこいしょ、せい、よしよしよし、点灯点灯、パンを加えて街角は曲がり角で点灯ゲット、このイベントをゲットし、そして落とし物をゲットし、この落とし物を届けるイベントが倒す上では非常に重要になってくる。さあどこですか、妹ちゃんのクラスはどこですかね、こちらですか、ディアミさん、ちょっと外に変な男子がと思ったら、ディアミさん授業中なのに寝ているだと、これがディアミさんの属性か、この属性を完璧に覚えるんだ。お姉ちゃんと比べられることによって、それをコンプレックスを持っていて、私なんてとそう思い込んでいるこのディアミさんに、ちょっとすごい方向、これはクライマックスか、エンディングクライマックスか。おっと、ここでさっきもやっかみをかけてきたティガさんがここでまた再登場です。そしてティガさん、やっぱここでこの友人たる俺が仲を取り持ってやると、お姉ちゃんの時のことは全く忘れたようにやってきましたね。ティガ、ティ、いやでも待てよ、これあれか、トゥルーシンのエンディングはまさかティガミさんと、ティガミさんなんで偶然、ちょっと待って、ちょっと待って、ティガミさん全然攻撃当たんねえんだけど、嘘でしょ、ティガー負けた、嘘だ、妹強い。さあこのまますごい長期戦になっているけど大丈夫でしょうか、視聴者の皆様の方は大丈夫でしょうか。あのシークバーを飛ばしてしまうと、姉妹のどちらと戦っているか、どちらを落としているか全く分かんなくなるという、そういう展開。ただあのモンスターハンター指揮者であれば、そのサイズ感からどちらかが分かるというね、そういったテストになっておりますので、シークバーを飛ばしてきた方は、ぜひとも一回戻って、お姉ちゃんとの聞き比べをね、あのね見ていただきたい。ちょっと待って、お、ちょっと待って、 OK、 ちょっと待って、ちょっと本当にどっか行かないで、ちょ、危ない危ない危ない、このまま押し切らせてもらうぞ。伝説だ、木下ムーブザ、よーと思ったより苦戦しなかった、一四つで済んだ。ただ時間はかかったな。主ディアブロス、これ強化個体だったのかな、
そもそも主ディアブロスは攻撃をあまり食らってはいけないというね、もともと即死に近いから食らってはいけないという私の中での感覚があるから、もうむしろ分かんなかったな。でも多分強化個体なんだろうな、今までの流れからするとな。2匹だから、でも体力はやっぱだいぶ削ってる感じするね。これ1匹相当のちょっと減りだとやっぱだいぶ強いもんな。さあ次回以降のクエストなんだろうね。てか報酬は報酬これなんだろうね。なんか書いてあった、己の腕を磨くのじゃみたいなこと書いてあったかな。これで両手に姉妹ということでね、報酬は、あ、そうか、主のねじれた角が2本確定なんだね。そうか、悪くないですね。あとルリゲンジュがすげえ手に入る。あといつも通り百竜撃退の証、重ね着チケットと19分43秒。あ、でもレイヤーレウスとそんなに変わんなかったな。もっと時間かかると思ったんですけども、単体よりだいぶ体力削れてるっぽいですね。単体だともっとかかりますからね。もっとはかかんないけども運の背比べ、姉妹の背比べというわけか。強力な主ディアブロスが砂原に2頭、日の江姉様と確認したところ珍しくも体格差の激しい2頭が暴れておりました。並んで見ていると親近感が狂った、親近感じゃねえ、姉妹だから親近感かと思いました。遠近感が狂って挑む際には距離感に注意を。補修はないかな。補修はまあ強化個体系はないからな。いや別になくてもいいんだけども、なんか忘れてんじゃないかっていうね。さあというわけで極まってきたね、強化クエストもね。この先どうなるのかが非常に楽しみ。その前にとりあえずどっかで、でも魔界村まであと 2,3 回あるな。どうなりますかね、楽しみにしていましょう。それでは See you! 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らないまま。